広島弁を活用した振り込め、詐欺防止の森広島弁は、日本の広島県で使われている、日本語の方言。広島県の方言は、大まかな分類として、西部の秋弁と、東部のビンゴ弁に分けられる。ここでは特に注釈がない限り、前者について記述する。後者については、ビンゴ弁を参照のこと。広島弁は、西日本方言の内中国方言に属する。 五位、語法的に西隣の山口弁や北隣の岩見弁と近く、一般的に西中国方言に位置付けられる。ビンゴ弁は岡山弁と同じく東山陽方言に分類される。古来より交流が盛んであったことから、瀬戸内海を挟んで向かい合う愛媛県の方言とは、語のアクセントこそ異なるものの五位、語方面で似通ったところがある。広島弁の文法は、 おむねたの西日本方言と共通している。断定の助動詞には、蛇を用いるが、島根県に近い北部には、蛇を用いる地域がある。中国地方の山陽側では、蛇を用いるが、山陰地方では、蛇を用いる。阿波行五段同士の連用型は、他の西日本方言と同じく、手、た取る、ちょるの前で、うおんびんになる。また、馬行馬行五段同士も、 高齢層を中心に、うおん化する。また、作業五段同士は、同じ条件で、イオン便になる。使用という意思勘誘型は、下一段同士では、あげよう、出ようのような、ようの形をとる。上一段同士では、ミュウおきゅうのような、いう形となるが、瀬戸内海の東諸部では、妙、おきょうのように、よう形をとる。下辺は、こう、 左辺は、小を用いる。形容詞の連用型もウォンビンを用いる。嬉しゅうなあ、嬉しなあ、あつうて、あって。形容詞の未来表現には、赤かろうのように、かろう形を用いる。家庭型は、赤けらのような、けりゃの形が一般的だが、高齢層では、かりゃという。形容動詞の終始型は、静かなのように、なの形になる。過去形は、 静かなかったのような、なかった形、静かじゃったのような、じゃった形、静かにあったのような、にあった、形がある。家庭型にも、静かならと、静かなけれゃの形があり、水量表現は、静かなろう、静かなかろう、静かなじゃろうのような形がある。広島弁で用いられる語彙を五十音順に配列した。そこら辺に投げといて括弧内は、出身地。 広島市の場合は、行政区の見知るす、など。他にも、浜田翔吾や菊川孝二などは、広島県内での活動では明快な広島弁で、話す。また、明快な広島弁ではないが、矢沢永吉の独特の言い回しは、広島弁のイントネーションを色濃く残している。また、広岡達郎、張本伊佐大下武志。 山本浩二らベテラン野球解説者の言葉には、はっきりと、広島なまりが出ている。広島出身の野球選手である、金本智明、荒井孝弘、稲田直虎にも、広島弁のイントネーションがある。1960年代の日本サッカー界では、多くの洋食や代表選手が、広島出身者で、広島弁が共通ごとまで言われる状況があった。 ポルノグラフィティの広島弁は本人曰くビンゴ弁に近いという。日本の言葉シリーズ34広島県の言葉21ページから22ページ。コバーチは頻度を文化圏における女神あるいは腕は宝飾品。全国ワンポイント方言広島弁。下げる水尻より子の方言アニメタツカワ有吉が今後のカープについて激論。その全貌を レポート朝日新聞デジタル21見やすい、たちまち方言は健在ヤクザもの映画で使われるものとは異なり、オーセンティックな心優しい広島弁が使われている。2014年1月号、キャンキャンファンクラブキャンキャン TB 妖怪ウォッチ花子と暗号カで、公衆弁、ズラが全国区に。ありがとうございます。